クンツェクノール貨物列車用ブレーキ図面、ブルーのクンツェゲオールグクノールクンツェクノールブレーキは、鉄道車両で用いられる自動空気ブレーキの一種である。ヨーロッパで初めて貨物列車用の階段緩めができる空気ブレーキであった。第一次世界大戦後に導入されて、多くのヨーロッパ諸国で貨物列車のブレーキが緩急車による手ブレーキから圧縮空気ブレーキへと移行した。 ドイツ国営鉄道では、1918年から1927年までの間に、ドイツの貨物列車にクンツェクノールブレーキを装備するために4億7840万ライヒスマルクを費やした。貨物輸送の高速化と制動種の削減による運行コストの削減額は、ドイツ国鉄の推定で、毎年9630万ライヒスマルクに上ると見積もられた。 クンツェクノールブレーキは、プロイセン王国の測量技師、ブルーノクンツェのアイデアに、クノールブレムゼの創業者である、ゲオルグクノールの補助的な作業が加わって実現された。長い貨物列車に対して、階段制動ができるだけでなく、階段にめもできる、初めての貫通式圧縮空気ブレーキであった。ブレーキシリンダーを1段階のものと2段階のものを、 組み合わせて複合ブレーキとすることで大きなブレーキ力を得ている。3種類のブレーキが開発され、それぞれ貨物用、旅客用、急行用があった。貨物用のものは、赤車と空車に応じてブレーキを切り替えるオプションが用意されていた。旅客用のものには制御弁だけではなくブレーキ増圧弁が設置されていた。急行用のものにはこれに加えて、 急ブレーキをかけた時に車輪がロックすることを防ぐブレーキ力レギュレーターがついていた。クンツェクノールブレーキはベルリンでクノールブレムゼ社によって開発、製造された。また、同社の子会社であるシュートドイッチブレムゼン AG でも製造され、これは現在のクノールブレムゼのミュンヘン本社にあたる。ライセンス生産されたものを含めて、 合計約55万個のクンセクノールブレーキの制御弁が製造された。1930年代になると、クンセクノールブレーキはヒルデブラントクノールブレーキに置き換えられた。しかし、クンセクノールブレーキは、第二次世界大戦後の東ドイツの国鉄を含め、多くの場所で1960年代まで用いられ、続けていた。ありがとうございます。